昨日はね、お家に帰り着いた時間がまあまあ遅かったんだよ。そうだからちょっと寝て、お昼何時に起きたっけ、1時とか12時ぐらい、12時から1時ぐらいに起きて、そっからお風呂入ったりしたよね。メイクは落としたからあれなんだけど、そのメイクはハウステンボスで落として帰ったの。明けおめ、シャンプー何使ってるの。エイト・ザ・タラソってやつ、8の文字を書いて、リコピさんのね、多分 YouTube のね質問みたいなの出てくるよ。同じの使ってた。朝からどうしても空港お疲れ、ありがとうね。近くの神社に校内早くなるのにと、おいだで活躍できる。そう、あのさ、朝校内のおはようみたいなやつ載せたじゃん。そしたらさ、みんながさ、今日初詣行くから校内へ治るように言っとくないみたいな、みんなに言われてみんなの大事なさ、初詣のお願いで私の校内治りますようにって言わなくていいのよ。申し訳ないわ、逆になんか優しいよ、すごい優しいけど逆に申し訳ないわ。すごい長次郎さん、なんだこれ、巫女さん、クマありがとうございます。100分並んでやってちゃう、そんなじゃん食べたかった。そっか、髪の毛がぴょんぴょんしてますね。仕事中はお疲れ、そんな仕事中に配信見るな集中せ、仕事に。誕生日おめでとうございますじゃないよ。わっ、スミスさん、うかっこいい今回のタワー。すみさん、タツのタワーありがとうございます。中地さん、おみくじ中吉ありがとうございます。りなちゃんじゃない、りなちゃんじゃないの、誰だ、びっくりした、りなかと思った。誰、あ、いた、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマサさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。クレンちゃんのコーナーはみんなで、本当にそう。あ、もう一人誕生日がいるじゃん、ゆきひろさん、おみくじありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタクヤさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。すごい、みんな誕生日じゃん。佐世保のてっちゃん、おみくじありがとう。私も元気に過ごせる、それはよかった。新年からめちゃくちゃ体調悪い、私はめっちゃお腹壊してる。なんか別に悪いもん食べたつもりないんだけど、そば食べ過ぎたかな昨日。前髪が新年早々変、私はなんか変。まあいっか、ゆんゆん、おみくじありがとうございます。てんてこちゃん、今日もいっぱいありがとうございます。お腹冷えたんじゃない、いや、ワンチャンありえるな。こんなもんでいいかな、前髪もちょっと変だけど、いや、なんかやっぱ変だな。てんてこちゃん、おみくじありがとう。みんなこのおみくじギフトなんか好きだよね、私のファンの人って。おみくじ系あったら毎回誰かしらなんかめっちゃやってるイメージある。フィ
なが実家帰るのかどういうこと自分の意思で帰れ、さすがに、さすがにそれは。チェーンさんおみくじありがとうございます。おお大吉やん、おめでとう。でもねやっぱ昨日ねお薬塗って寝たからちょっとだけ痛みはね和らいだよね、少しだけだけど。あとあのみんながよく言うイソジンのうがいのやつやったから。実家暇すぎるから買い物行ってくる。あらそんなことある、塗るやつ、そうそう塗るやつ、なんか軟膏みたいなやつ。みくじ私引くタイプだね普段。自信な、うそ、どこで。前髪がやっぱ変だなマジで。石川県、あのピョコって出たとこマジ大丈夫そう、そんな結構激しめ。そんなに強くはない。五強、あーまあまあだな、決して弱くはないけど大丈夫そう。だよね、全然弱くはない。富山だけで気づかなかったマジ。とりあえず配信見なくていいからお願いだから避難して、私の配信見ないで。ちなみに私はね昨日、ちなみにっていうかね新年早々からさアンチを見つけてちょっとあるって思っちゃったよね。よりかさん、おみくじありがとうございます。今から夜勤仕事行ってらっしゃい。そうなんかねストーリーにさ今年の私との思い出みたいな質問でやったじゃん。そしたらさそれにさまず最初の方にさ部屋はクソ汚いけど可愛いってきたんですよ。いや何こいつ気性って思ってそう何こいつ気性って思って普通に見て見に行ったのプロフィール。そしたらなんかまあよくわからん人で、なんかでもまあなんかいろんな女性芸能人さん載せてたりとか写真とか載せてる人なんだけど、え何こいつキモいって思ってまあとりあえず最初はミュートしたの、制限かけたので。そしたらもう一個なんか送ってきてて、でそれ見たらなんかハゲおめでとうってきてて、え何こいつ気色悪って思ってブロックしました。え何私ハゲだったの私って別にいいんですけどハゲでも、確かにここら辺はハゲてるけどたまに。キモくない意味わかんなくない、意味わかんないしキモすぎてすぐブロックしちゃったよね。でもなんかツイッターでもその人の名前見たことあるんだよね。だけどなんか確かねまあまあしょうもない人だった気がする。だから多分ね私はいツイッターをブロックしてる気がするんだよね。そう初めてその人が多分インスタに私のに多分コメントとかしてきて、キモって思ってちょっとびっくりしちゃってブロックしちゃったこのルームで見た記憶はね、いやある、多分このルームあると思うよ来たこと。そう意味わかんないよね名前教えて、やだちょっとだるいせっかくね制限で1回目は過ごし済ませてあげたのに、すぐなんか別のあれしてきたから。てか私の部屋はね汚いんじゃない、物が多いの。そんであとね多分だけどさ私部屋の中なんて見せたことないじゃん基本的に。どうせこれでしょ、洗濯でしょ、洗濯物でしょ、洗濯物干してるだけで部屋がクソ汚いって言われたらたまったもんじゃねえよ。
でかい地震マジ頼むからコメントせずにちゃんと逃げて。汚くはないから。あ、汚くはないよ私の部屋別に。アンチはモテ遊んで転がしてなんぼです。いやーなん、うーん、いやまあモテ遊んでなんぼはまあ確かに言いたいことはわかるけど、わざわざ自分がさ不快にならなくてよくない。それで不快になるくらいなら私はブロックしてもいいと思ってるから。ただ別にそれを面白ぐらいでこう流せる人だっていいけど、私はまだ流せるタイプじゃないんだそんな完全には。それなら全然あれと思う。そんなやばい。みんな自信。ちょっと待って、ちょっと待ってね、まあ、調べる。最大6強やばくね。みんな大丈夫そう。あ、本当だ、結構広範囲だ。マジ津波フェアも来てる。どうしよう、ちょっと一旦配信やめようかな。別にまあ夜できなくはないから。マジ？ちょっととりあえず今日配信はやめようかな一旦今。石川の揺れが関係ない。番組も中止してる。九州は全く揺れてないです今。マジ？ちょっととりあえず頼むから揺れてる人は今すぐ配信見るのやめて逃げて、お願いだから。山口まで津波警報出てるの？北海道も？九州は大丈夫今。でも多分今みんな X 見てると思う。読み込めてないもん。日本海側、北九とか福岡も気をつけて。札幌は大丈夫。東京収まった。新潟、富山、石川津波警報。日本海側、ガチ？そうね、とりあえず一旦終わるわ。夜もう一回落ち着いてたらやる。とりあえずみんなマジで気をつけてね。震度7津波警報出てるらしい。
マジで気をつけてね。ちょっと一旦終わるね。ごめん、ちょっとランキングもちょっとあれだけど、一旦じゃあ終わります。気をつけてね、みんな。マジで本当にみんなも一応気をつけるから。じゃあ一旦マジで気をつけて、本当に気をつけてね。